竹井照彦天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、病院に行ってるんですが、定期検診でね、2ヶ月に1回、10年前にね、僕狭心症というのは、心臓の細い血管がちょっと詰まって、そこで血液が流れなくなって、発作を起こして、それでカテーテルっていうので、血管を広げてね、手術したんですが、そこから定期的に変化はないかとか、それで薬もらってみたいなのを、大阪から東京に来てもこっちに来ても2ヶ月に1回診察を受けてね、それで薬をもらって、してたんですが、行きつけのね、病院の担当の先生が、ついこの前、ずっとその先生にお世話になってたんですが、ついこの前、先生自身が、私ちょっと自分で開業しますんでみたいな、何の自慢やねんと。で、竹井さん、ちょっとここには私いてないんで、どうしましょうみたいな、継続するのは先生変わりますけど、みたいな。いや、もう先生いてないんやったら、そんで僕、ちょっと引っ越したんで、家の近くでちょっと緊急性をある時に、やっぱりちょっと大きな病院のところに行く方が安心と思うんでって、僕、家の近所のある病院、ここをお願いしたいんですけど、じゃあそこで紹介状書きます、みたいなんで。紹介状を書いていただいて、3ヶ月前かな、初めて初診で行ったわけなんですよ。循環器のとこ行った、先生が、20代後半かな、30代前半、どうも、みたいな。あんまり愛想もええこともないわ。ええか、みたいな。これからね、担当でお世話になるんやから。大きい病院やし、緊急の時もね、もしも運ばれた時とか、カテーテルの手術とか、やってくれる先生や、みたいな感じでね。3ヶ月したら、また来てください、みたいなんで、今日行ったわけよ。ね。こっからや、話は。今日朝出る前にね、嫁さんはテレワークの仕事で、デスクから仕事も、家のデスクからもこうテレワークで仕事できる立場であって、それで家に出て、ちょっと病院行ってくるわって、でその病院の帰りにちょっと用事で区役所行くわみたいな、そうなってあんたなってまたしょうもないことでブチ切れたあかんでって、かっこ悪いでって、もうね、神様になったような気持ちで行かなあかんよみたいな、分かっとるわみたいなんで、ほんで病院まずさっき行ったわけよ。で待たされて、で次の方どうぞ、竹井さんみたいな、その先生やね。ほんでパソコン見ながら、もうそれも俺も慣れてもうた、皆さんもそうちゃう、パソコン見ながらこっち見やってだ。俺そんな体に矢印ついてへんでとね、Windows とかそんな書いてへんでと、体にいいやっていうのもあったんやけど、もうそれももう慣れてしもってね、いろいろ聞いてる、あらちょっとあれですね、コレステロールだみたいで、コレステロールがね、ちょっとここ座って喋るわ、コレステロールがちょっと高いですね。高い。じゃあちょっと薬増やしましょうか。ねえ、どうねえ、みたいなこと言って。ああ、そうですか。3ヶ月後ですから、10月の何日何日に。あ、でも、コレステロールの薬増やすだったら、ちょっと1ヶ月後にちょっとね、一回軽視した方がいいかもわからないですね。ちょっと筋肉に対してちょっと副作用があったりとかするからね、どうしましょうみたいな。いや、どうしましょうって言われたんで、その薬、できるだけ患者の立場で薬を増やさんと、こうしたいんやけど、その薬を増やすことによってどうなるかみたいな、で、何のためにその薬を、みたいな説明欲しいなと思ってる時で、お宅は決めることなんで、このままね、飲まずにやったら心筋梗塞なるのも、ならへんのも、私としてはどっちでもいいことですけど、って言いよったのよ。
まあね、俺ね、まあまあええわええわと、あかんあかん怒ったらあかんと、もう朝出てくると嫁さんに神様みたいな気持ちでと、で最近あんたなって本当にいろんなとこでブチ切れてるし、もうかっこ悪いでって、でええ年こいて本当に全てが悪者になるよ、我慢せなあかんもんがで嫁やんに言われて、ほんでもうアルバイト先でもそうですよ、と思う時もあるけど、我慢してね、あこっちがちょっと間違ってる場合があるかも分からへんし、ほんでまあそこに我慢はできる何かって言ったら、アルバイトとか言ったらやっぱりお金を稼ぎに行く生活のためにって言ってる、でそこで病院行ってる、そこで我慢してって、いやでもちょっと待てよと、あの医者がどうします、また心筋梗塞になるかも分かりませんけど、私としてはどっちでもいいですけどっていう言葉を言われて、我慢して、いやちょっと待てよと、まず一つはバイトとかそんなん違うのは、俺これ金払ってんねやと、の時間を潰してきてる、それに対して医者に、まあ別に私たちはどっちでもいいですけどって言われることを我慢することなのかなって思って、いやこれは俺っていう、ほんでもう一個はやっぱこれちょっと俺いいよって思ったのは、俺まあ今日だけでね診察受けてもうこの先生とは会わへんわと思ったら、もうそれを我慢して帰ってるんですよ。でもね、その先生が担当やからまた会うんです。ほんでもしも緊急だった時、その先生が手術するわけで、わかる、さすがに俺これは言わなあかんなと思って、いいですかどうしますとか言ったら、ほんでまた嫁はんの言葉がよくて、もう大きな声出したりとかそんな人は絶対あかんでとか言われて、ね、それで落ち着いて言ったのよ、あのちょっといいですかって、え何ですかって言うか、あの今のものの言い方それ何なんですかって言ったら、え何がですかって言うわけ、いや何がですかって、あのねおたく俺に、まあ私としてはどっちでもいいですけどって言ったよねって言った時、僕はハッとなったよね、いやあのそうか、いやいやあのね、医者が心筋梗塞また なったりしても、私としてはまあどっちでもいいですけどって言うかって俺言うかも、さすがに向こうはなんか何がですかみたいな顔してたんやけど、あそれはちょっと失礼しました、はい、でどうしましょう薬は、いやいやちょっと待てよと、あそれは失礼しましたって、終わることかお前、ちょっともうお前になってきたんですよだんだん、えいやだから今あの失礼しましたって言ったじゃないですかみたいな、もうこんな感じよ、わかるやろ、もうそれ以上説明せんでも、病院で腹立ってた、帰ってる人とかももういっぱいおると思うわ、そういう人はわかるでしょなんとなしに、でまああのねってオタクね、一回ね病院のこの病室から、病室で診察室から、そのねロビーのとこ見てこい、患者が座って待ってるの、みんないろんな時間を潰して仕事休んでとかいろんなお金かけてこうやって来てんねん、それって何のために言った、先生に医者という人に見てもらってちょっとでも治そうとか、そうやってお金をかけてこうやって来て、先生の言葉が診療診察を聞こうとしてる時にね、まあ私としてはどっちでもいいですかって言われた、お前どう思うって言うと、はあみたいになってるわけよ、いやだからって書いて言ってるところにね、なんか来たわけよ、ちょっといいですかみたいな、うん、まあクレーム 対応のなんかそういう部署のやつが名刺渡してきた、すいません何やあのいいですかって言ったら、はい、あのちょっと別室でお話しさせていただいていいですかみたいな、またやまたや俺もこんなんもう
聞いたかないけど、ほんで今回は俺大きな声も出してないのよ。うん、本当に落ち着いて喋ったで、俺そのちょっとね、そこの公園に座って喋るわ。なんかこう別室のとこ呼ばれて、すいませんでしたって、もういきなり謝って、いやいや僕ね、クレーマーじゃないんですよって、あのねこれことの説明させていただきますと、コレステロールの薬を増やしますって一方的に言って、それをどうなるか説明もなしにどうしますって、まあどっちでもいいんですけど、まあ心筋梗塞になりたければ薬はやめてもいいですけど、まあ私たちはどっちでもいいですけどって言われた。これありえるって言った、ごもっともですとかでペインこう書きながら控えながら言うてるわけよね。ほんで俺も言ったと、先生ね、あなたね、若いかもわからんけど、あなたも自分の親とか自分自身も逆に病気のなる立場になるんやでって、それ考えてとか僕も言ったんです。さあもうごもっともですみたいなことを言ってるわけよ。で俺ね、一番虚しいのが、俺よこの動画でこんなことをよう言うてるやんか、俺ってなんでこんなん言われる、俺舐められてんのかなと。でなんかこう、うん、なんか今日だからそのね、クレーマーの対クレームというか対応してはる方に言うたら、あのね、僕ね、僕自身のことが何か気に障ることとか存在が気に入らないとか、百歩譲って、もしもそんなあるんやったら俺分からんけど謝るわって。うん、ほんで俺あの先生と2回しか今日合わせて2回しか会うてないねんと、なんてやねんと、なんでこれってただ単にちょっと言葉遣いが悪い患者としてなんかこうね、敬えみたいなことのちょっと上から目線で言ってることかって、これ人としてとか医者として患者に対してとか言ったらいかんこと違うかって言ったら、いやもうそれはごもっともですって。んでまあ診察の途中なんですけどどうしましょうって、いやいやもう俺はねって、もうええと、うん、だからもうお宅はどないかしてくださいみたいなんで、で俺は言うと、はっきり言ってもうね、先生を変えてほしいと。でもその今の先生が、いやいや私が言葉が悪かったです、失礼いたしましたって言って、これからも担当させてくださいって言っていただくなら、俺は俺も俺でちょっとねえ、まあちょっと途中きついことも言うたのよな、あんたなとか、もう医者で偉いんかと、ほんでどうせあんたをね、そういう言葉言ってる人って周りの人は尊敬しないよって、どうせアホの女どもとコンパしてね、チヤホヤされてるぐらいやろみたいなこともちょっと言うてもうたんや、うん、でもそういうこっちゃねとか言ってしまったから、俺はそれは謝ると、うん、女これからよろしくお願いしますって言うわって、なあ分かりましたみたいな。ほんで俺ちょっとこうね、受付の椅子のところで座って待ってたのよ。なあそうしたらそのね、対応してる人が来て、あの先生がお話しされたいと言っておるんで、診察室で、おおそうって言って、ほんで俺座ったの。な座ったらいきなりもまたパソコン見ながら、あ先ほど失礼いたしました、なんやそれと思いながら、まあまあいいわ。ほんで、いろいろで、だからもう一度改めて説明させていただくと、コレステロールの値がちょっと、ね、目標値より高いので、これコレステロールを落とす薬で、落とそうかなと。ただこれには副作用があって、筋肉が硬直したりとか筋肉痛になったりする副作用が3% あるので、まあ1ヶ月後にもう一回検診ということで、それでまあそれを説明をもう一度させていただきました。それとまあこのコレステロールはまあスポーツをやることによってだいぶ軽減されることもあるんですみたいなことを言ったわけよ。いやいや何を言うてんねんと、最初からそうやって説明せえやろ。それと俺コレステロールの薬を飲むことより、なんか自分で食事療法したりスポーツをやったりとか、いや全く効果ないですって、お前言ったんちゃうんかと。ほんで今スポーツも軽減できること言う、
言葉変わっとるやないかって俺心の中で思って、で、以上ですみたいな、わたく、え、以上なのって俺言うたの。はい。いやいや、オタクねって。これは、診療としての俺に対する医者からの言葉じゃないですか。これはまあ、俺黙って聞いてました。ほんで、俺はこの対応してる人が、先生がお話したいのでって聞いたので、俺はここへ来たんや。話することってそれかって言ったら、はい。いやいや、君さっきの言ったあなたの言葉とか俺が怒ってることとかそういうことに対しての話。いや、それはだから最初来られた時に謝ったんじゃないですか。って言うわけよ。え？パソコン見ながら、ああ、先ほどは失礼しました。これかと。いやいや、そういうことじゃないやろかって言ってたら、その対応してる人が、いや、だからお客さん、あ、お客さん、武井さん、あの、はい、入り口入られた時に失礼しましたって、もう謝りましたよね。だから先生もそうおっしゃってるしって、俺、その時に、あ、そういうことかと。このね、あの、対応してる人って、この、病院の上の人じゃなしに、もう、これで、なんか、力関係が分かったもん。その先生ありきの病院やから、それに周りが言うてくる人をどんだけ抑えるかって下っ端や。もうこの対応。だからもう先生に謝ってもらうこと自体を、やったこと自体、それ以上のことを求められたってみたいな、病院側の立場や。この先生側の立場で、ほな、じゃあさっきからごもっともですぞとか聞いてたのは何やねんみたいに思ってきたわけよ。わかる？うん。何これって。ほんで俺、すべてがもう世の中って、俺最近ほんま年がいって思ったけど、やっぱりね、弱者はすべてにこう経済的な部分とか地位とかすべてないもんやバカにされるよ。ほんでそっちが負けるようになっとるわ。本当にこういうことを避けるためやったら何なんやって言ったら、それを全くスルーする人生を送るか、それかもうそんなこと言われない自分になる位置に行くしかないっていうのも叩きつけられたよ。で、俺もね、先生に言ったら、先生ねって正直言って、あの、俺これからまた先生と会わなあかんし、先生も嫌やろ俺の担当するのって、あの、なんか心にこうなんかこうね、引っかかるもんあるやろって言うたら、はいって言う。はぁ、あるんかよ思って。ほんで俺先生にお聞きするけど、なんか俺ほんま気に入らんことあるんやったら謝るわ、なんかあるって。いや別にそういうわけじゃん。ほな、なんでそういう風な、いや、あ、だからあれは私は本当に失礼いたしました、でどうしましょうって、何がどうしましょう、私で担当で続けましょうかみたいなこと言うから、え、どうしたらいいの、いや他の先生変わることもできますけど、え、ほなオタクはもう気に入らんかったら他の先生に代わってくださいなのか、まあだからそうじゃないですけどね、竹さんの方が私が嫌とおっしゃるなら、やっぱりもう代わっていただいたらって言ったら、もう俺これ以上この先生を理解さそうとか、自分が言ったことをちゃんとリズメて、ちゃんと理論立てて成立さそうとかすること、もう無駄やな思って、あ、わかりました。もう先生変えてくださいって言って、あ、わかりました。じゃあ、言うて、外に出たのよ。な、その、ね、対応してる人が、どうも失礼しました。で、あの先生、何々先生と変わりますんで、それでは私失礼します。トッ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 トって行くわけよ。はぁ？思って、なんなんやろな。おー。まあだから、舐められてるんかな。俺言ってること、でも、なんかお前ちょっと、お前パソコン見ながらとか言うの、そんなこっち見んかいみたいなクレームちゃうやん。今回は、いやもうその心筋梗塞とかなりたかったら、なってもいいやったら、あの、コレステロール薬やめてもいいし、まあ私としてはどっちでもいいですけどって。この言葉にスルーできるかと俺は思うんやけど、皆さんどう思われますか。まあまあ、あの支払いも終わって、また10月にね、新卒行く、まあ先生は変わってるんでね、その先生もまた同じやったら、もうね、そういう神経を使うのがしんどい。
皆さんもそういう経験あるんちゃう？なんでこんな、別にね、あの患者様とかね、ほんでこっちも、ね、なんかね、病気してるやつとか、怪我したやつとか、こう、お金がないやつとか、こう、すべて犯罪者みたいなものの世の中、なんかこう、見下されるみたいな。だからもう、もう完璧に健康であらなあかんし、金持ちにもならなあかんし、本当になんか俺56になって、ほんま20歳そことそこの駆け出しの矢沢永吉みたいなこと言ってるけど、なんかそういうことなんやと思うわ。うん。マジで。本当に悔しい。まあそうやけどね、まあまた診察にね、検診として3ヶ月で行きます。まあで今回は何事も大きな声を出すこともなく、まあ心の中ではすごくなんか切ないというか悔しかったですけどね、うん、まあ嫁はんのアドバイスでね、もう大きな声出したら負けやでと、もう心の中でまあ一言だけね、ちょっとお前な、お前っていうのも言うてもったわ、ほんであんたを尊敬誰もしないよと、そんな言葉私たちはどっちでもええみたいな、あんた医者でね、大抵ね、アホみたいな女とコンパしてチヤホヤされてるぐらいやわみたいなこと、それはちょっと言うてもって、うん、あまりにも悔しかったんで、向こうもそれは違いますねみたいな腹立ってたんやと思うわ。さあ今から区役所行くんですけど、そこで何にもなかったらここでもお別れです。なんかあったら、もしか画面が切り替わったらまた区役所でなんかあるかもわかりません。